やっはろー、おはようございます。はい、現在11月21日の6時48分ですね。朝ですよ、朝。はい、さあ今日はいよいよ、あ、町田条件浜です。さあ今日はいよいよ、高槻大道芸グランプリですね。なので、8時集合なんで今から行ってきたいと思います。頑張るぞ。はい、どうも。はい、今11月21日午前7時35分ですね。着きました。さあ着きました、高槻に。駐車場を迷って着きました。さあということで、今から荷物を下ろして頑張るぞ。迫力なし。はい、どうも、今ね8時48分になりました。はい、ただいま音響チェック中ですね。僕の出番はまだまだ先なんですけども、まあ、こういう広いところでやりますよ。こういうところでやりますんでね。こういうところでやりますんでね。はい、頑張ります。はい、ただいま、9時15分になりましたね。まあ、音響テストは僕は効果音チーンだけでしたけども、はい、これ来ましたよ。どうも、応援団です。カラーコンダクター&、今までエスケープ来ましたよ。そうです今までエスケープ。そうです ね、はい、さあ、ということで今日はこのね、若造2人の前で40も1になるおっさんがですね、気合を見せられたいと思います。頑張ってください。でかちょでかちょ、頑張ります。では大きな拍手でお迎えください。マジ大道芸人ハマー。やっべ。意味が分からん。いやいや、これは誰が勝てるねん、これ。ということで、まあ、終わりまして、すがすがしく負けましたが、すがすがしかった ね、もう見れた。そのやっぱりスタイリッシュという大会の中で 100% ふざけたのは俺だけだと思うから、はい、そう 100% ふざけスタイリッシュを見せました。ということで、この後輩2人で感想的には どうやった、俺を見て、ね、あのね、なんでハマス受かったんやろと思いました。どうや、中ちゃん、どうや。あ、でも僕は良かったですよ。ほんまか、本音か。はい、僕は良かった。エスケープ、はいはい、エスケープほんまか。面白かったですよ。良かった。はい、はい、ということで、まあまあ自分はね、まあ、100% ふざけを出せたと思うんで、はい、ちょっとね、ふざけていこう。あの、ちょっとこの高槻に、ね、動画アップしてあかんので、うん、ちょっと写真またちょうだい。はい、写真あげます。ということで、写真でちょっとまた送ります。青くとくて。以上です。ありがとうございます。はい、こんばんは。今ですね、11月21日の20時7分です。のぞみぞですよ、待ち受けは。はい、高槻大道芸グランプリ終わって帰ってきました。まあ、優勝がですね、アスタリスクノバの2人。まあまあ、もう文句なしですね。2位、フリースタイラーなりくん。まあまあ、文句なしですね。そして、3位、けん玉パフォーマー、タイガくん。で、4位がミスターユーくんということで。まあ、4位以下はもう順位出ないんでね。あれですけども。まあ僕は今日は、まあ、スタイリッシュをね、どういうの、メインというか、スタイリッシュを、まあ、主に、見る大会みたいな感じだったんで、まあ、なんで受かったんかなってほんま前から言ってますけどね。うん。なので今日も僕はもう最初から最後までマジでふざけ倒しました。ほんまにふざけ倒しました。ただ、ね、今日のね、収穫というかね、うん。まあちょっと名前は出せませんが、まあ、世界中でほんまにパフォーマンスしてる、もう賞とか取りまくってる、まあ、パフォーマンスすごい方いるんですけれども、その方ね、前からね、僕の、アントニオ猪木の元気ですかがすごい気に入ってくださってて、うん。で、今日一発ギャグ、その方が一番笑ってたんですよ。ほんまに。
あの最初に一発ギャグやったんですけども、まさかのその方が一番笑ってくれて、でまああのまあショーもすごいラッキーセットもおもろかったと言うてくれはりまして、いやありがたいなと思いますけどね。うん。であとはもうちょっと最後パフォーマーの交流会があったんですが、もうその方とめっちゃ喋って、まあまあもう前から知り、まあ一応知り合いはあるんですけども、もう僕が知り合いって言うていいか、もういいか、おこがましいぐらいのすごい方なんですけどね。もう僕の一発曲めちゃくちゃ気に入ったみたいで、結構ツボに入ってくれてましたね。だからもう僕の中ではもう浜さん1位ですって言うてくれはったんで、もうそれだけでもよかったなと思ってます。はい。で、あともうやっぱり最後のパフォーマー交流会でね、もう皆さんと喋りましたけども、アスタリスクの2人はすごかった、ほんまに。もう最後ちょっといろいろ喋りましたけどね。まあまあ僕がちょっと最年長やったんで、まあいろいろ聞かせてもらいました、皆さんからね。うん。で、ジャグラーシュガー君という、今日、2番手、3番手だったかな、に出てたシュガー君とも、もう朝一でまずシュガー君と出会ったんで、ちょっと前にツイッターフォローしてくれたんでね、はじめまして、みたいな、うん、いうので喋ってて。で、今日ね、びっくりしたことがあってね、ほんまに。まあ、これはまあ、一応言うていいかな。うん。バルーンパフォーマーのレイさん、R-A-Y と書いて、レイさんという、まあまあ、全米のバルーンチャンピオンの方がいるんですけども、レイさんのね、息子ちゃんがね、今、中学校3年生なんですが、まあ、翔吾くんと言いまして、剣玉めちゃくちゃ重くて、剣玉でパフォーマンスもやってるんですよね、翔吾くんという、中3の子がいるんですけども、今日翔吾くんと喋ってて、翔吾くんって俺のショー見るの初めてやんねって言ったら、いや、実は幼稚園の時に客上げされてますって、マジかってなったんですよね。で、その幼稚園の時に客上げされてるっていうので、いつって言ったら、2011年のモザイク大道芸人コンテストで客上げされましたって、マジかと思って自分のブログ見たら、写真上げてたんですけど、これって言ったら、あ、これですってめっちゃびっくりした。そんなことある思ってね。で、その時まだバルーンパフォーマーレイさんはまだプロでは活動されてなかった時、ということでね。まあ僕も大道芸人としては2年目の時でしたけども、そんなことあるんやと思って。で、今日翔吾くんと記念写真撮って、並べてこの後、載せていいですかって言ったら、OK ですと。お母さん直々に、OK もらってるんで、この後載せようかな、という感じです。はい。で、まあまあ、とりあえずね、今日の僕のショーのダイジェスト、ちょっと今から部屋戻って作るんですけどね、まあ、ちょっとこんな感じやってたのね、どうぞ見てください。それでは、どうぞ。なんかどっかで天ぷらが上がってるかのようなパチ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 。じゃあ今からですね、こちらの赤い風船を使って一発芸やります。高槻に大集まりの皆さん、ゲットだ。元気があれば何でもできる。元気があればサングラスも落ちる。それでは拍手までいくぞ。1、2、ちょっと早いですね。1、2、サポッター今です。いいですね、いいですね。どうも、1998年の4月4日ドンフライを4分9秒で倒して引退したアントニオ猪木だ。誰がわかんねんこれ。はい、じゃあ行きます。じゃあちょっと早速なんですけどね、コントやります。よいしょ。はい、まずコント皆さんに笑っていただきたいので、まず一発ギャグやります。ちょっとドラマチック我慢くんいる？大丈夫？一発ギャグやってたけど。はい、じゃあ一発ギャグやります。にらめっこしましょう、笑うと負けよ、アッパーカット。アキさんに受けました。アキさんに受けました。です。どうですか、パンチの効いたギャグでしょ。待って、なんか10円高いもんたら入っとるやないか、うまいもん。食べようかな、食べてみっか。よいしょよいしょ。はい、じゃあいただきます。増えたで、おい。いやいやいや、この2本もいらん、1本でいい。いただきます。増えたで、おい。いただきます。増えたで、おい。拍手は増えたな。ストロー、うまい棒やないかい。ストロー、ストロー、ストロー、ストローでかいな。ストロー、ストローがでかいわ、これ。おい、でかいでかい、ストローでかい。ちょっとこれ、どれでかしとんねん。どれをでかしとんの、これは。これ誰が喜ぶんやろな。あ、棒高跳びの選手やろ。東京オリンピック終わったもん。一瞬で終わります。もう一回いきますよ。あ、面白い。
じゃあ分かった。じゃあこっからね、なんと連続です。ご覧ください。せほっ、あー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 、ちょっと待って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 、ちょ前髪ちゃうなよ。はい、じゃあ行きます。連続で叩く。はっはっ、やった、よし、ありがとうございました。はっ、ちょっとちょっといいですね、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 いいですね。じゃあここからむずいやつ見てください。せーの、あ、いいですね、いいですね、いいですね。はい、じゃあここからもっとむずいやついきます。3、2、1、ほっ、あ、いいですね、ありがとうございます。じゃあフィニッシュ、せーの、お誰や、押したの。いきますよ。はっ。まだまだまだ。ああ。いや冗談冗談。立っていきます。3度目の正直。ほっ。あれはボール2個使ったんですけども、増やします。1個、2個、3個、4個、うんこ、あ、間違えた。ちょちょちょ。使っとこうか。ちょっと汗拭いとこう。独身です。こんなんやってるからよ。ね。さ、じゃあですね、ちょっと今からこのボール5個となんと5個。デコに積みます。せーの、はい、ありがとうございます。よし、それではここからなんとご覧ください。筋肉マンのベンキーマンです。この状態でなんと5ボール投げます。せーの、あ、はい、一瞬です。ありがとうございます。いやすいません、飯時にねしまっときます。あのこれ豚の袋だけでぶったが言うて、じゃあいきますよ。これもいっぱい技です。実はね、僕ね40歳なんですけども、あの普段幼稚園保育園子供会では出てるんでね、気持ちは40歳時で中きっしょ。はい、いきます。実はねこれね、僕ディアゴロ始めたのは33歳からなんですよ。その中でも5年かかった技ね、5年かかって成功率もまだ低いやついきます。ご覧ください。ちょっと待って、まだまだ一発で、これどうですか。よいしょ。さあ次です、次です。いきますよ、せーの。いや前髪邪魔やわ。さあいきましょうですね、ここでサイコロ立てるんだね。立ったら拍手ください。はい、最後ですね、なんとですね、こちらの瓶に乗ります。世界唯一の技をご覧ください。まずは裸足になる。はい、この靴下欲しい人、はーい。いや、嘘、まず3人も分かった。よし、冗談ですよ、冗談。あのこれ履いて帰ったら僕の足草なるんでね、そっちかい言うてますけどね。
きますよ。まだまだ。という感じで、はい、まあ何でしょうね、なんと水長拳もそのさっき言った世界的なパフォーマーの方、なんと水長拳も受けたらしくて、世代が近くてよかったなと。まあ僕ら年上の方ですけどね、うん、でまあ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 自信にはなりましたね。とりあえずこんな芸風でもまあ認めてもらえるんやっていうので、でほんまね、 YouTube の生配信見てくださってる方2人見に来てくれました今日。ありがとうございました、ほんまに。ちょっと一応お名前出さない方がいいと思うんでね。お二人見に来てくださって、お土産までいただきまして、ありがとうございました、ほんまに。で、あとね、UFO ファンのね、方が、今今日ワニフェスで来てるんですけども、京都に。で、UFO ファンの方も一人わざわざ、ほんま宇治に来るのにね、高槻寄ってきてくださって、差し入れまでくれはってね、もうありがとうございました、ほんまに。うん。だからほんまにね、この YouTube で、ほんまにアニメのことばっかりやってて何してんねんっていう声も一部ありますけども、うん、まあそれによってね、やっぱそのアニメのところから僕にね、僕というか、まあ大道芸ですかに興味を持ってくださる方が出てきてくれたというのはほんまに嬉しいことですし、うん、まあまあもう40代もうすぐ41になりますけれどもね、まだまだコンテストとかあれば挑戦していこうかなとは思ってますんで、ぜひともですね、応援よろしくお願いいたします。で、あさってですね、加古川のイオンモール加古川やったかな。で、僕、ショーやりますんで、もし近くの方ね、おられたら、ぜひ見に来てください。何時からだったかな。ちょっとまた、追って、もしコメント欄で質問いただければ、また、書きますんで。はい。ということで、今日の大会はね、まあ、無事に終えて、うん。あと、まあ、今日のね、出場者では、一番手のドラマティック我慢くんがね、25歳という若さで、いきなり一発ギャグから入ったんで、あれこれ似たような感覚だなと思ってね、我慢くんがめっちゃ喋って。で、まあ、2番目のニュートラットさんですかね、ダブルダッチの、もう結構喋らせてもらってね、まあ、みんな喋りました。で、3番手のシュガーくんは、まあ、さっき言ったやつ。で、4番手のレオくんめっちゃ久々に会いましたが、して、ね、2年前の静岡のワールドカップの時に、同じやったんで、レオくんとは2年ぶり。でしたね。でも、だから、りょうくんもすごかったですね。うまい。もうみんなすごかった。とにかく。で、まあまあ、ミスターゆうくんはね、まあ、年近いんで、今日の出場者で一番年近いんでね、ちょっと若いですけどね。うん。めちゃめちゃまあ喋って。まあまあ、ミスターゆうくんはもう、まあもう、大道芸業界ではすんごい男なんでね、ほんまに。うん。知らない人がいないぐらい、すごい、うん、男です。で、まあまあ、フリサラナリくん。で、けん玉大河くん。はね、まあまあ、二つも若い20代ですわ。大学23歳やし、成君28歳かな、今。うん、若い。で、まあ、誰か忘れてへんから、これ忘れたら怒られるな。忘れたら絶対怒られるな。うん。で、まあまあ、アスレックスノーバーの二人もほんまやばかったけど、すんごい謙虚で、サイカさんやったかな、ちょっと女性の、名前間違えたらすみませんね。ほんまに優勝した瞬間にもうインタビューで泣くというので感動をもらいました。ほんまにもう泣きながらインタビューしてて、うわーすごいかけてきてたなと。東京から来ましたからね、高槻までね。はい、まあまあちょっとすみません、長いこと喋ってしまいました。はい、ってことで、ちょっとこの後僕の動画自分で編集するんでね、ちょっとどういう風になってるか、いろいろごちゃんさんごめんなさい。はい、ということでまたね、明日はちょっとね、アニメリアクション撮影できないので、母校に行かないといけないんでね、明日はちょっと高校生パフォーマーユーポンくんの、高校最後の発表のね、でカラコンだけどあつきくんと一緒に行くんで、あと今日さっき出てきた今までエスケープくんと、まあ永田くんですね、もう言っときましょう、永田くんです。はい、永田くんもね、まあ、彼もた僕の、まあ、田辺高校というところね、出身なんで、うん、明日ちょっと行ってあげるんで、明日できない。で、明後日は僕はその加古川イオンあるんで、加古川もう3時間ぐらいかかるかな、片道なので、ちょっとあさっても撮れない。で、まあ、水曜日かな。ただ水曜日がうちの母仕事なんで、やっと水曜日に声出しながらは撮れます。はい。で、まあ、木金母休みなんで無理ということで。無理。あ、すいません。ミーロケちゃんのオープニング最近めっちゃ聞いてるんで。はい。
ということで、マジダイ道芸人浜下、最後ちょっと長いことベラベラ喋ってすいませんでした。40代、まだまだこれから頑張りますよ。なので皆さん、ぜひ応援よろしくお願いいたします。はい、それでは、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、失礼します。